ベレー、あ、うんこしちゃった。おー、かしこいかしこい。ベー、うんこしたか。あか、あか。ベー、うんこしたか。よいしょ、水は。はい、ベー、はい。固まったらちゃんとうんこできたんや。あー、ベーのうんこ取りはもう。しゃあない。よいしょ。よいしょ、かしこいかしこい。固まったうんこやんけ、ベー。お前、貴重な15分もベーのうんこ係にしてねえぞ、お前。べーのうんこ掃除とっといてや。今日タコ多いで多分。ひょっとしたら今日釣ってる人がみんな賞金もらえるかもわからん。ちょっと1万ぐらい欲しいな。アメリカ行ってくるわ。お正月休みはラスベガス。いいなあ。もう一回行こうか。もう一回元戻ろう。ここよりか思い込みがあるわ。まだなんで3回当たってみー。1つよし、なった。よし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 、工具前に行ってくれ。割れんなよ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 、バレ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 んなよ、よし、よし、行った、進化まで行った。おー、よっしゃ、入った。よし、よし、金の太刀や、あともう一匹。やっぱり外におるな。下さん4匹。違う、そそうじゃん。なあ、あんた2位やわ。あんた2位やわ。もう負けてへんけど、3匹釣るっちゅうの。俺下さん素晴らしいな。優勝するわ、ほんまに。するよ。ムカつく。俺の真横やんけ。ムカつくにも程があるわ、森蔵。こんな失礼なやつおるか。森蔵兄や、もう嫌いや、お前なんか。楽勝キーパーや。なんで、なんで釣りしてん。気が合わなかった。うぜやん。失礼しました。失礼しました。よっしゃ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 、これはバスやろ、これはバスやろ。ネットが取られへん。どこや魚。うわー、のんきーちゃうか。あー、キーパーや。帰ってきて正解やったな。助かりました。いや、あの、でもお前なりましたわ。あ、これ軽いな。うわ、引っかかる。うわ、網が落ちる。よし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 。
追いつくぞ森川に。お魚屋久保君、魚屋魚屋魚屋六匹目や。割れんなよ頼むし、割れんなよ頼むし、割れんなよ頼むし、割れんなよ割れんなよ頼むから割れんなよ頼むから割れんなよ割れんなよ頼むで頼むでバレんなよ。おお、えやっちゃえやっちゃバレんなよ。もう出ていくにあたら出ていってえぞ、出ていくにあたら出ていってえぞ、バレんなよバレんなよ。あ、よし進化のとこまで来た、進化のとこまで来たぞ、バレんなよ。ええやっちゃええやっちゃ、そのまま来い。よっしゃー、いったー、これで決まりや。よっしゃよっしゃー、よっしゃ、あら、よっしゃ、よし、いけるぞ、これは。よし、残り10分であと1匹釣れてくれ。よし、行こう。よし、行くべ。終わった。2キロは行ったでしょ、2キロは行ったでしょ。上がろうか。もう一匹欲しかったな。よっしゃ来た、よっしゃよっしゃよっしゃ、3匹目、ギリギリや、ギリギリできましたよ。やっぱマイクロクローラー、お、ええやつや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 、よっしゃやったー。なんか明日が見えたね、この一匹でね。これで、はい、6匹です。はい、もう正体やったんですね。20002000ちょうど、ジャスト、ジャスト、おおめでとう。よし、やりましたな。やった900、906。籠先に戻ってみる。はい、お疲れ様。はい、三村プロ4本1294。はい、ですね、まさか自分がここに立てるとは正直言って今年思ってなかったんですけど、まあやっぱり今年の琵琶湖の3戦目ですかの時に、まあ2回目のオタチやった時にちょっとやっぱり意識しだしまして、まあそれからずっとトップを守るのが結構苦しかったんですけど、はい、来年はまたワールドで、はい、色の違うやつを持っていくぞ。わかりました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、試合の最中にね、下野さん、なんですかね、犬ベー君な。あー、もう僕可愛いからなんか好きにはなったんですよ、うん、一体あの船にまで乗せんなみたいな、はい、あれね、ちょうどほら言うてたみたいにクラシックへ直接行ったんじゃなくて、僕ね取材で霞北浦回ってて、はい、野池で捨てられとったんですよ。ほんでフローター乗ってる時にね拾って、はい、ほんでもうあの小さいしちょっと死にかけとったし、ほんでそのままもう車の後ろ改造してね、はい、で犬小屋積んだりとかして、あれねずっと1週間以上一緒に旅してる。ほんでだから大変な、お腹はピーピーやしね、飯食わへんし、それ世話しながら、はい、もう面白かったけどね。まああの犬もあれやねんけど、
あの2日目結構ほら僕らさんに、はい、あの他の人が比べたら魚は触れましたよね、うん、僕はね2日目はあの戸沢の場所でもねあのちょっと8メーター9メーター深い側に意識したんですよね、はい、あのヘビキャラをチューブ引くだけやねんけどもあのボートをわざと7メーターに止めてて、はい、投げてんのは9、10へ投げて、はい、そこら辺を釣ってる、はい、なんか深いとこの方がええみたいな気してんけどどうでした僕はねこう1日目はヘビキャラをずっとやって、はいまあ、そこべったりかなと思ってたのが、はいこうなんか時間が経つにつれて魚が浮き出したなあ、はいはいはい、で2日目はもう朝から、常吉で、はい、ずっとこうふわふわとあ、はいはい、だからもう巻き上げてる途中に勝手に変わってきたりサドブロは僕はですねもう1日目がね、はい、あんな状態だったんでもうとりあえずね流そうと、はい、でその魚がどういう状態とかもね全然把握できてなくてとりあえずキャロで流そうと、まあ、とりあえずその2日目魚触りながら、はい、なんか3日目に思い込んでいけたんで、はいはいはい、僕もねあのだからキャロしててもね結構リーダー流したんですよ、はい、あのだから2メーター以上はしてるね、はい、だから周りの人のキャロとか常にそこコツコツよりかは僕のやつにだけ食ってきたみたいなねそんな感じちょっとだから深いとこでちょっと魚が浮いてたみたいなね感じだったけどさああの2人ともね今までクラシックでこう2日目最終日迎える前ええ感じでやってるでしょ結構僕ねどうでしたあの本番はドキドキせなあかんこれ聞いてほしかったけどね夜ね、犬の世話するの大変やねんミルクやったりねしてほんで寝おらへんし、はい、だからね、あの犬のおかげでね、うん、結構何にも思わんと3日目行ってしまった、うん、結構だからこう、なんか流れのまま、はいうん、だからまあこの3人がね、僕の言うその流れのままどんな釣りをしたかっていうね、3日目を見てくださいはい、クラシック3日目です。さあ大変ですよ。なんとね昨日1日順位がね僕6位で、トータル、予選の日からのねトータルで今暫定の3位ですよ。とんでもない。本当にね今日3日目、釣りが、できる時間がね3時間半しかないんですよね。その中で、この釣れないか釣りにくい河口湖で、魚が触れるか触れないかっていうのはねもうこれ運次第やと思うんで、自分の運にかけて、とりあえず3時間半頑張ります。運が良かったら真ん中に立てるでしょう。運が悪かったらいつも通り3日目アウトかなっていうやつです。頑張ります。はい、おはようございます。ジャパンスーパーバスクラシック、最終日決勝の日ですが、最初は800人から、最終日の、今日は300人に、削られたんですが、まあとりあえず残ることができました。順位はちょっとね、最終の結果がちょっと出てないんでわからないんですが、まあ時間も今日は3時間半ぐらいかな。トーナメントの時間がまあゆっくり来た魚を確実に網に入れて1匹でも多く釣って、少しでも、今日はドキドキしたいと思います。頑張りますわ。はい、3日目ですね。とりあえず昨日終わって僕は今70位でね、今今日ねきっちり7本揃って得て帰ってきたら30位台になんとか入れるかなっていう感じですよね。でもう釣り方はねもう昨日と全く一緒、あのディープのね8メーターから9メーターラインのドラッキングをね延々やります。もうそれしか手立てがありません。頑張ります。さあ
ついてるかついてへんかそれだけね。月があるかないか。よいしょ。正味4時間もう3時間半や思うてたよな。5回やね。よし上にできる。よしよし上にできる。バレんなよ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 。頼むしバレんなよ頼むしバレんなよ。頼むしバレんなよ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 バレんなよ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 絶対バレんなよ。頼むで頼むで絶対バレんなよ。よし進化まで来た。バレんなよ。ゆっくり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 よっしゃ。よし一匹目。おお手が震えとる。ああ手が震えとる。ああありがとうありがとう。手が震えとる。べえ、頑張れよ。俺も頑張しなべえ。よっしゃ。あと6つ。あと6ついけよ。また乗らへん。おるね、やっぱ。一発目逃した。まにもうやっぱこれ乗らへんねやわ。もうあかん。もう俺はこれで行く今日は。まあ、一発で来たよ。人流しで。ああ林さん一匹釣った。やっぱうまいな。よし。よし。よっしゃ、ええやつや。くそー切れた。なんで切れんの。よっしゃよっしあと5つ。よっしゃバレんなよ。よしバレんなよ。頼むで。飛ぶな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 。頼むしバレんな。頼むしバレん。あ飛ぶな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 。下へ行け下へ下へ行け下へ。頼むしバレんなよ。頼むしバレんなよ。進化はどこや進化は。
およし、新幹まで来た。よしよしよし、新幹まで来た。おし、バレんなよ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 。よし、行け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 行って行って。よし、ゆっくりか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 。よし、でかい。よっしゃ。よっしゃ。あと5つ。あかん、手振るでくるわ、仕掛け変えんの。あ、向こうでも魚すくとあるわ。なあ、あそこのラインをやりたいねんけどな。よし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 。うわ、しゃしゃ。おお、ネット入れたら取れたやんか。あと1匹釣るたんびに5人は抜くぞ。一時はどうなるか思った。ええ方やね、ええ方。手が震えてる。手が震えてる。なんなんや。ああ、お前やったら日本やのに。くー、さあ、あと2時間半。あかんな、当たるやつ乗らへんな。あかんか、今のは違うのかな。ああ、二つ目いった。神様、ぬか喜びさしよったかな。11、12。時間切ったな。一発追加しときたい。お、もう動きよった。僕はここしかないね。行きたいとこはもう思いつかんわ。ここに思い込んだ、逆に。ここしかないわ、もう。よしよし。よし。やつやね、これもね、30近くある。ほら、よっしゃ。なんかここもう鮮度引き倒してたら出るね、これね。もう我慢して、もう時間いっぱいここでやったろ。ハワイも行こうかなとか思ってたけど、肩いいわ。最後の最後に俺のこのキャロのパターンが生きてきた。
ゆうすけ、なあ、あともちやから頑張るよ。あとちょっとで終わるな。よし、よし、あんなねえわ。よしよし、目つけよう。はい、はい、目つけよう。のぞずめてんか。はい、よっしゃ。はい、行け。はい、家に入れ。はい、どこに入っとけ。はい、ちゃんと入っとけよ。よし、乗った。よし、よし、バレんなよ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 、頼むで。新川どこや、新川、新川どこや、新川、新川どこや、新川、新川、新川どこや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 、新川、よし、新幹線できた。よし、バレんなよ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 、来い、そのまま来い、そのまま来い、入れ、よっしゃ、入った、ええやつや、おう、よっしゃ、あと4つ当たりもないわ。ホールドゼロか。へへ。11時、12時、ラスト1時間やな。また乗らんかった。また乗らんかった。ちょっとタフできたかな、風やんで。ああ、なんか食いが悪くなってきましたね。ハワイは11時から釣れんね。行こうかな。あ、佐藤さんが走っていた。12時ってことはあと45分か。地味を縮むわ。地味を縮むわ、ほんま。やり残したことはないやろうか。ああ、行った。栗崎君が行ってしもた。どうしても4つ釣らなあかんやなって思ったんやんけ。なんか何にも釣らへんな、今日は。何にも釣りませんね。なんか終わってるぜ、これは。終わってるぜ。どっか行く勇気もないわ、俺。絶対まだ一匹絞り出る。あと10分、あと10分で一匹釣らしてくれ。ああ、お立ちは確定や思うけどな。やっぱ2位かな。
ならんがんな。よし行こう。遅刻してもあらしいし。よし行くぞ。また。あかん。上がろうか。上がろう。しゃあ、上がろうか。終わり。散歩や。354。はい、ありがとうございます。吹いても886で、あれ、あれ、餌だな。よっしゃー、もう先じゃないの。126ヤードですよ。かなり微妙ですよね。今日とりあえず1匹目釣れた時にホッとしたよ。また今日僕ゼロで帰ってくるんちゃうかな。いやもう早時間経たへんかなみたいな。あの1匹釣ったらね、あと残りの時間で、例えばあと5時間で5匹とか、そんなんばっかし、それがブツ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 釣れてますわ。とりあえず、こんなに今日さん来たはる前でね、あの希望としては、お立ちに立ちたいなっていうのが希望ですよね。あと結果を楽しみだと思います。ゼッケン27番下野正樹プロ779ポイントです。優勝の桂川プロにはフロップさんよりでかいトロフィーが贈られます。はい、トロフィーが贈られます。そして会長より取った。さあ続きまして準優勝下野プロ。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。なんか感じがいいですね。なんか関西バリバリで、このノリは流れ、なんかどうですか。やっぱ2位なんですけども、さっきも言ってたんですけどね、すごい久しぶりに緊張の中でトーナメントができて、はい、前もね、10周年が2位なんですよね。えらいこっちゃなので、これ20周年までせなあかんなと、はい、もう年が僕50近いんですよ。あ、そうなんですか。だからそこまで持つかなとか思うんだよね。ほんで、今回マジオで買ってたらね、きっと周りからね、もう引退って言われるとこやから、あ、ちょっと良かったかなって。あ、もうじゃあ今2位でも十分だと。はい、まあ次の20周年、それメロでいきます。いやー、なんかそばにはアン・ルイスさんがいそうな雰囲気のね、そんな感じがいたしますけども、いやー、こういう人がですね、こういうなんていうのかな、この業界を背負って立つというね、いやー、いいじゃないですか。もういつまでも、はい、若々しい、はい、下野さんでいてください。本当ありがとうございました。どうもありがとうございました。さあ、流行る優勝ですよ。思い切りやって自分の限界まで釣りをやった感じです。まあ、プラクティスの段階から結構釣れてたんですよ。他の人とのバッティングもあまりなくて、安定した長官残せるだろうとは思ってたんですが、よもや一等賞とは思わなかったです。なんか専門用語使うと全然わかんないですよ、先ほどから。なるほど、魚の形したガタガタしたやつを引き倒して釣りました。あ、ガタガタしたやつ。あ、魚の形したやつ。あ、硬いやつですか。硬いやつですよ。あ、硬いやつね。針が乗ってついてるやつ。で、そのガタガタガタっていう動きで食べていただいたと。はぁ、羨ましいですね。ということで、本当におめでとうございました。ありがとうございました。では、拍手お願いします。はい、僕はもう毎日同じようなことしててんけども、こう
佐藤プロ、はい、あれ惜しかったね、一発目。そうですね、あれ水ベルのところで切れた。そうなんです、うんうん、でずっとね、1日目、2日目ね、あのヘラ釣りのゴムがあるんですけどね、はい、あの浮き止め、浮き止めの、はい、ほんでクッションになるんで、ね、そうです、うん、でそれでやってたのを、うん、何を思ったか知らんけども水ベルをつけてしまったんですよ。まあ、そうだけど結果あれ3日目あの魚は全部いい魚です。あれ日本で800いってるでしょ。800ちょっとですね。だから3日目にねやっと下野さんのやってるようなエリアを見つけたんですよ。結構僕が釣ってる魚と同じサイズのやつが、はい、ああいう別の場所で、そうですね、まだあれ近くに林さんええとこにいてるよね。そうなんですよ、もううまいですねやっぱりね。三村プロは結局1匹で終わったのは1個です。もう枯れ果てたと、うん、もうやっぱ魚がねやっぱりみんなで抜きすぎたのかな、うん、結局3日間 あそこ1箇所で1箇所やね、あの宇野島のこの横のね、はい、で結構あの普通やったらもうちょいみんな溶岩の方へ行くんやけども、はい、あの沖合ちょっと外して、うんうん、みんなに囲まれたかなっていう、うんうん、そしてあのフラットのところでね、はいはい、結構そこは狙いとしては良かったんやけども、はい、まあ、ほんで僕は正味な話がこう結果が良かったなみたいな感じで、ただからやり方は10年前のヘビキャラやし、はい、ほんで使ってるルアーも昔のやつやし、ほんで場所も昔やし、はい、なんかあの僕の秋の昔の思い出ポロポロやってたらポロポロみたいなね感じで、ほんで結果が良かっただけやねんけど、はい、あのでも僕やってて思ったのはね、あの今回のクラシックでほら本当にすっごい今みんな最先端で常吉は何やってクラブ釣りしてるでしょ、はいはい、あれでもあの結果例えばねそれを本当にこなしてる小野君っていうのはちゃんとシングルにいるよね、はい、ほんでそれらしきことをしてたら釣れる時はみんな釣れてんだけど、はい、ほんまに今回みたいに釣りに行く時にそれらしいことをしてるやつだけでは釣れへんよね、はいはい、それが僕みたいにもうめっちゃめちゃベーシック、はい、基本ですもんね、うん、してたらなんとか釣れる、はい、またあの買った子もそうやね、うん、あれ例えば僕らでも、うん、あれ6年とか7年前にしてへんかった、はいはい、こうキャロでプラグつけてでね、はい、ほんであの時っていうのは湖が例えばいっぱい釣れてるさかいに、ね、それで2、3本釣ったって、はい、何の足しにもならへんかったね、はい、やる必要がなかった、ね、やる必要がなかった、はい、ほんでそれが今回みたいにねちょっと周りがガンと釣れんようになった時にはなんか裏技中の裏技みたいな ねだからなんかやっぱしバス釣りって面白いなっていう結果になって、はい、まあ来年、はい、また、はい、なぜ僕ら2分なんやからダメダメだったよ来年ね僕ら、はい、シモン様と呼ぼうかそれと本当に今度僕2位2回やろ、はいはい、三村君2回やろ、はい、ほんで佐藤君は1位折り返しの外しやろ。僕らのビデオの中でいつかここへこのあの高いトロフィー、はい、ね、置きたいですね、うん、ほんでまあいつかっていうよりか来年、はい、なんとかワンツースリーはダメですか。ワンツースリーワンツースリーしたらね、僕らはどっちからやってくる順番がややこしだから、うん、とりあえずここにでかいトロフィーを立てて、はいはい、来年このね、ビデオをお届けしたいと思ってるんでね、まだ皆さんコリンとね僕ら3人を応援してください。それではね、また次回、チャンスがあったらお会いしましょう。風間村の大きな大きなバス釣り大会の表彰式に。いや、おめでとうございます。次は1位ですね。なかなかいいな。おめでとうございます。惜しかった。優勝からお下がりお出しいただきます。お前は見てなかった。なんだか一番いいやな。ヒデさんが勝った時そうそう、はい、ほんまあれ小さいねんけどな。あらやったおめでとう。抽選からまだ2位でしょ。残念ですね。2位ばっかりでほんま、はい、無事とこのビデオ。まずは、こちらスタッフが またみんなで頑張りましょう。ロットから、行きたいと思います。
おっときた、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 食った。